TV です。ですね、今日はまた引き続きですね、禁止便の交換ですね。やっと S4 が出来上がったんですけど、これ金台なんですけど、いるんですけどね、これすごい。これ別にあの発酵マットを入れてるわけじゃないんですけど、もう食べるところないですね。あと他はですね、この辺はちょっとまだいけるそうかなって気がしないでもないんですけども、一応5月30日投入なんで、5月30日のと、食い上がりの激しい、ものですねを、6月7日のやつを何本か、交換しようと思ってます。はい、では早速やってみます。じゃまず金台さんですね。 S4 の金台さんです。もう完全に上の膜まで破って、ここまで来てしまったかなという感じですね。じゃあスプーンいらず、ドンと割と、20g ちょっとありそうな、なんかそんなに、ちょうど 20g ですね。はい、なかなか、思ったよりもいいかななんて、ね、20g 金台強し、はい、よいしょ。次は、クルメの、77.5×50 クルメの 2本目のラインのやつですね。うわ、もう完全に食いまくって、結構いいのが前回出たんで、期待大です。映ってる、大きくない、あ、メスっぽい、あ、17g、 17か。ダイムダイムなんで、ダイムに引き続き、2本目もダイムですね。なんかダイムこんな黒かったしたっけ昔、まあ、1本目入れた時もう少し薄い茶色だったような気がするんですけど、これ2本、2袋とこの間1袋詰めて3袋詰めたんですけど、この2回目の3袋は全部、こんな感じでしたね。これダイムですけど、やっぱり色薄いもんな。こんな、やっぱ濃いな。ちょっと手で、すみません。はい、これ、クルメの2本目。50、おメス親50ミリ。ちょっとあのバラバラなんですけども、あ、やっぱりクルメや。やっぱりクルメいきます。51.8。はい、また次に来るんですね。もうキノコ入ってます。こう結構食い上がってくると上の方にいたりすることがやっぱり多いんで、ちょっと気をつけないとですね、刺しちゃうんで。割といいですね。で、手丸出しさせて、お、割といいですね。割といいですよ。はい、
割といいですね。割といいですよ。はい、22.5。立派ですね。22.5 でした。77.5、 50mm ですね。お母さんが 50mm です。はい、はい、続いては今度は、クルメの先ほどのはですね、2ライン目のやつで、こっちが、ライン1の方ですね。で、おやしは 51mm の方に、ところどころ振ってるんですけど、まあ、ちょっと5月30日投入なんで、ね、まだ食えるところたくさんあるんですけど、交換しちゃいます。まあ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 ですね。よいしょ。はい、17ですね。これも S4 か。17でした。少し伸びたのかなって感じしないですね。まあ、いいですね。17。はい、17でした。そう、ちょっとポンとでかいの出てくれると、まあいいんですけど、まあ、クルメなんで、親が77なんで、まあ、1本目20出れば、多分、まあ、親に近くなるんじゃないかなと、感じですね。これも思ったよりも振ってないな。12.5 ですね。また続いて、同じくクルメですね。1ラインです。ちょっとあんまり22が最高ですね。今のところこれは思ったより立っていますね。もうキノコがすごいです。うわ、これはちっちゃいな。チビが出てきました。まさにベースですね。はい、かわいい。 9.5g すごい。 9.5g、今までの最小の2番目ですね。 9g がいってない。9.5g 入れました。はい、9.5 です。あとは、YG ですね。6月7日投入の、YG です。下の方はいいんですけどね。この方は結構まだ食べてないね。食べましたちょっと怖いんで。
中はもうすごい、あ、割と 20g ぐらいありそうな感じですね。お、いいですね、24。はい、やっとなんかそれらしいのが出たような。よいしょ、いいね。これですね、一応最後に 24g ですね。はい、もう出なかったらどうしようか。ダイムなんで、またダイムに入れたいと思います。まあ、このぐらい24ぐらい欲しいですね、やっぱりね。25で、でかいのに入れたいんですけど、ちょっと妥協して24で入れました。良くないですか。今とかに掘ったんですけど、おお、でかい、これはいい。おお、28g 出ました。バイジー、ようやく待望の 28g ですね。はい、よいしょ。こんな感じです。ようやく28g出ました。はい、続いて、川西ですね。ワニチューバー一番大きいので28g ですね。その次が24と。ああ、ね、おお、きゅうりと。おお、でかい。これはでかいな。どう？うわ、28.5。川西、今の中で最長ですね。28.5 ですね。これはいいですね。28.5g です。川西、好調ですね。これ 82mm の、お野手で、モリタ GGK でしたかね、確か。28.5g ですね。はい、じゃあ投入します。はい、続いて川西にまた行きます。これもだいぶもう全部完全に食べてるんで、いいのかな。 82mm の方は、今まで最高で24で、先ほどですね、違う、23.5 が最高で、先ほど 28.5 が出ましたね。で、83mm の川西の方で、28g でしたね。でした。ここも、ここも割といいかな。23.5g ですね。はい、ちょっと一回、もう一回こんなにしよう。もう一個あるんで、よかったな。はい、続いて、専用部屋がちょっと今できてるのが1本しかないんで、どっちか大きい方で、今のが24だったんですよね。これは上の方全然いってないな。下の方はいいんですけどね。これ結構軽いんですこれ。ですね、卵巣がここにあります。メスです。